いや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 、空気読め。ほい、そして、なんだ、どこだ、こっちか。こっちだ、こっちだ。ん、これ来た道戻りよったりとかせんよね。大丈夫よね。大丈夫、大丈夫。自分に言い聞かせる。なぜ今私はジャンプをした？あ、あそこに宝箱。ちょっと待ってね、気になるから。気になるから取りに行く。あ、上にぶら下がっとるやん、あれなんか。あれ敵やろ？多分。あ、切りつけてしまった。そんな離れたとこの？そんな離れたとこにいる敵に切りつけたの？どんだけ戦いたいんだよ、私。さあさあさあ、やっつけてしまえい。ギラ！イエーイ、燃やし尽くす。尽くせてなかった。尽くせてなかった。セーネが結構弱いよね。ペシペシ。お、ガマの油ゲット。そして、フェアリーステッキを見つけた。フェアリーステッキって何に装備できる？こっちじゃないね。多分セーニャかな。お、アップする、アップする。じゃ、これで、なんか、ファンシーやね。なんだかすごくファンシーだね。あー、この辺はいけないのね。行き止まりなのね。なんかさ、水系のモンスターがおったりとかしたら、先に進めたりとかしそうな感じ、するけど。どうなの、それ。どうよ、どうよ。雨露の糸を手に入れた。ん、ここ結局元に戻るよね。結局元に戻る。あ、清き泉あそこにあるやん。え、あそこにあるってことは、なんだ、どこだ？ちょ、待ってね、上がれない？上がれない？くっそ、上がれねえじゃねえか。あの場所、どこだ？こっちか。こっちさっき来たとこなんよね。で、ここは上がれんし、この辺も行けんやろ？あそこには回り道で行くしかないということかな？とりあえず上がらして。んで、ちょい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 。こっち、ちょっと一旦こっちに戻る、戻る、戻る。え、こっち？戻りすぎじゃね？これ入り口やん。そうじゃなくって、こっち、どこだ、どこだ、どこだ。こっちか。ここを。ここを。あ、上がれませんけど。撃った撃った、敵のこと撃った。さあ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 。お、これで全員がゾーンに。全員がゾーンに入ったけど、わざわざ里じまい。へい、やったね。さあ、そして、どこへ向かえばよいと言うんだ。あ、この暗くなってる場所は何？暗くなってる場所は何？こっち。こっちは上がれるとこ？違う、下がるのか。あ、ここ下がったところでやん。あっち側行けんかったんよね。そうなんや。あっち側行けんかったんよ。何の音怖いよ。何の音なの？うわ、もしや迷子。もしや、迷子ですか？私。なんかどこかしらから行けたりとか。あ、ここからぐるっと回っていけるかな。この辺ちょ、ぐるっとぐるっとぐるっと。回ってく、回ってく。で、ここをさっきあっち側に行ったんよね。ってことで、こっちに行ける。おし、こっち行ってない。ほらほら、上がっていけるよ、上がっていけるよ。んで、ここ
ここを降りるのかい？は、降りちゃったよ。ここ多分もう上がれないよ。大丈夫？ここ普通にさっき来たとこじゃない？気のせいかな？ん？気のせいですか？あ、ここ、ここ、こっちだね。こっちに向かって行って、あ、行ける！多分。ここ行ったら普通にさ、橋渡って行けるんじゃない？あれ。え？何？普通に橋を渡っていけるだって、ふざけてるな。は、渡っていけねえわ。何あれ？なんか待ち構えてる。あれ何？なんか垂れ下がってないこれ。あ、これで上に上がれる。スル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 。この先なんかあるの？いや、元に戻ってくだけか、これは。そう、なんだこいつ。この先清き泉、ようなきものは回れ右してまっすぐ帰るべし。ちょっと足の間失礼します。通れんよね。通れんよね。シーゴーレムたちが現れた。すげえ、なんかサンゴやん。サンゴ、これさ、これさ、ちょい待って、あのアユナちょっと命令を。おし、いけいけいけ。お、シャドウアタック。何それ、命令させる、命令させろにして、私ゾーン系の連携技出そうと思ったのに普通に出してくれたじゃないか。じゃあいいよ、もうほらほら攻撃しな。普通に攻撃しな。そこの姉妹は、あ、なんか意外と普通に倒せたし。お、解き放った、ラムダの祈り。ベロニカのポーズがなんかちょっと面白かったんやけど。おー、綺麗。ベロニカの高さよ。ありがとう、二人とも。ひえ。しかし、回復するんだ、こっちは。いけいけ、メラミー。お、あとちょっと。いけよ。それじゃあ無理だな。その程度の攻撃じゃ無理だな。いけ。弱い。ベロニカちょっと技でも。そう、メラ。おっしゃー。やったね。シーゴーレムたちをやっつけた。もっと強いかと思ってよ。もうびっくりさせて。さあ、これで。これ？これですか？清き水。他の場所とそんな変わったように見えないけど。まあ、綺麗な湧き水。ここの水ならきっと最高級のサイゼルの水が作れますわね。どこで作るのそれ。聖には清き水、泉の水を救い、薬と調合してサイゼルの水を作って、おー、何それ、ナレーションベースで作ってくれるんや、ありがとう。できましたわ、エナ様。さあ。早くダーハルーネの町に戻って、あの子に渡してあげましょう。その入れ物は一体どこから？可愛いけど、なんかチョコボみたいやね。アイナはサイゼルの蜜を手に入れた。常に持っとるボトルなんかな？さあ、それじゃあここから、呪文で帰れる？一旦リレミトル出た方がいいんかな？まあ、いいや、ダーハルーネの町。さあ、行け！行けた、行けた。はい、到着。あ、なるほどね。ここに到着なのね。さあさあさあ。これを、あの男の子に渡してあげれば。お、なんか賑やかになってる。明るくなってる。まあ、ちょっと見ない間に、街はすっかりコンテストの雰囲気ですわね。アイナ様、ほら、ご覧ください。いやー、ロマンチックじゃない。もうすぐあのステージの上にいい男たちが勢揃いするのね。どこにいたんだよ、シュルビア。ねえ、アイナちゃん、カミちゃん。ヤフミちゃんの顔も見たいし、サイゼルの蜜は私たち女3人で届けてくるわね。その代わり、あなたとカミちゃんにコンテストの場所取りをしてほしいの。しておいてほしいの。
いい音がよく見える場所取っておいてね。怖いわ。めんどくさい仕事は全部男任せだよ。まあいいや、やることもないし、とりあえず広場まで行ってみようぜ。みんなシルビアを女ということに異論はないのかい？お、ベロニカ何？あら、あんた、海のコンテストの席を取ってくれるんじゃなかったの？ちゃんといい席取りなさいよね。コンテストの場所ですって？それならこの大通りを北にまっすぐ進んだ広場のステージで行われるはずよ。結構ノリノリじゃねえか。くだらないとか言ってたんじゃないのかい？興味ないんじゃなかったのかい？あ、もうお祭りムードだね、ほんと。ヤヒムちゃんは大丈夫なの？どうした？頭抱えてるけど。迷っちゃうわ。前回優勝者のレアルさんに、金融詩人のカウデルさん。誰を応援すべきか悩んじゃうわ。お、もしやあのカウデルさんも、候補、優勝候補のうちの一人なの？何これ。何やってんの？気持ち悪いんだけど、顔。うわ、怖いんだけど。ベロロー。ベロ、ベロ。この街には美味しそうなものがたくさんあるベロン。全部食べ尽くしたいベロン。怖っ。怖っ。イエティとかそういう部類の顔やったよ、今の。人じゃなかったよ。あ、この子そうじゃないの？違うの？違うの。これから海のトップコンテストが始まるんだ。ムキムキな人がたくさんステージに上がって、そりゃあすごいんだぜ。なるほどね。あ、席とかなくない？おや、そちらのお兄さんたち。お二人ともサラサラツンツンと髪型が決まっていて男前ですね。お、デロと？そんなに男前なのに、見物とはもったいない。ぜひ、海の特コンテストに参加してください。おいおい、おっさん。俺たちじゃコンテストなんかに付き合ってる場合じゃ。いるんですけど。おい、アイナ。あの男、怪しくないか？あれ、追ってきてたやつじゃないの？ふん。逃亡者は人混みに紛れるもの。このコンテストを利用し、貴様を炙り出そうと画策していたが、その必要はなかったようだ。あ、追ってきてたっていうか、こいつあれやん。石の村に、行ったやつやん。あ、そっか、あの時にはまだ神と知り合ってなかったのか。まさか人目もはばからず、堂々とコンテスト会場にやってくるとはな。奴のあの鎧、まさか。聞きたまえ、ダーハルーネの民よ。ちょっとコンテストの盛り上がりが。私はデルカダール王の右腕、軍師ホメロス。そして、あの者こそ悪魔の子アユナ。ユグナ王国を滅ぼした、災いを呼ぶ者だ。いや、空気読め。ち、逃げるぞ、アユナ。もうこの町に、船を取りに来れないじゃないか、そんなことしてたら。ああ、やめて。背後には、何、囚われるの、ここで。一応、シルビアさん、助けて。さあ、忌まわしき悪魔の子、アユナよ。おとなしく我が手中に落ちるがいい。おい、マジか。ここまで来て、戦うの？デルカダール兵たちが現れた。いや、なんか大きさに差があるな。二人でちょっと回復役。ちょっと回復役がいらっしゃらないんですけど。いけ。何、どれぐらいでやっつけれる？思ったより強いぞ。思ったより強いんですけど。一人やっつけた？あ、なんだ、その程度でやっつけれるなら、まあ弱いかな。急に調子に乗る。あ、やめて、アユナばっかり攻撃するのはやめてください。いけい。やったね。さっきから神ばっかりなんかいいところを持っていくんですけど。いいところを持っていくんですけど。よし。お、またしても。おっしゃー！私もやっつけたもんね。私もやっつけたもんね。イエーイ。お、アユナレベル28。グッ。お、アユナザオラルの呪文を覚えた。やったやん。
やったやん。くそ、いくら倒してもキリがね。そりゃ大量に追ってきてるだろうからな。無駄なあがきはやめるんだな。さあおとなしく待ちなさい。お、正義のヒーロー、ヒロイン。私のアイラちゃんにおいたする子はお仕置きよ。お仕置きよ。セーラームーンやな。おい、なんだあいつらは。警備の者たちは何をやっている。やっつけたんじゃねえの。おお、かっこいいぞ。ほらほら、さっさとどかないと火傷するわよ。さすげえかっこいい。ベロニカかっこいい、さすが。ドアー、あ、コンテスト会場がむちゃくちゃに。ち、まだ仲間がいたとはな。さっさと取り押さえろ。今はもう5人で旅してますから。さあ来るんだ、セーニャ。手振ってる場合じゃないよ。お、なんかしてくれるの。さあアイラ様、神様、こちらにお逃げください。なるほどね、あの二人はおとりってわけか。いけいけいけい。アホだな。お、逃がしてくれる。うお、アユナ危ねえ。うお、カミュー。カミュー様。いや、回復してあげて、セーニャ。え、俺のことは構うんじゃない。アユナ、お前だけでも逃げるんだ。マジか。囚われるんか。カミュー。マジで。置いてくの、みんな。今回は、この辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。